この間やっと初任給で、俺は初任給初めてバイトで給料もらった時、親父とお袋に飯をおごってやったけん、お前もそれしてやるよ、喜ぶぜ。朝起きれなくて仕事クビになった。その会社が悪い。お前は何も悪くない。みんなが朝起きれると思ったら大間違いやけん。お前の朝のルーティーンを社員に押し付けてくるカス、許せんな。お前のところの上司はクソだぞ、気をつけろ。シモニーの写真ロック画面にして、おロック画面にするぐらい好きなら俺のことシモニーって呼ぶでやめろやめろやめろ。物語読み始めてめちゃくちゃいいじゃん。朝起きたらスペシャルだぞ、偉い人も言ってた。トネシア行きたいな。おトネシア来ればいいじゃねえか、おもろいぞ。就職してるだけでマジで偉いと思う。本当にすげえ。今日も無事でありがとうございます。これからも雑談してくれますか。うん、雑談すると思う。もう黙ってって言われても喋る。ほいくんがいい人すぎて劣等感すごい。え、俺のこといい人だと思ってる。じゃあお前の方がいいやつやけん、あんま劣等感感じんでいいよ。俺がいいやつに見えるってことはお前がいいやつじゃないとダメよ。カイジでも言いよったもん。俺が蛇に見えるか、トネガワ。俺が蛇に見えるってことはお前が蛇なんだよ。パパ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 尻握っとう方がいいよ、マジで。本当にそうなんだよな。悔しいよな。でもしょうがねえんだ。ジャカルタでオフ会って誰が集まるねん。いや本当に家庭は女が上に言う方が絶対に丸く収まると思う。尻に敷かれすぎてストレスだから、敷かれすぎたらダメ。男が下手に回った方がいいかさんな。そう、結局そうなの。悔しいけど九州男児見たことないけど本当に、うん、オナバナナとか実は結構九州男子だったりする。あいつ英語喋るの全然喋れない。その理論世の中広めて、いやこれ結構広まってるんじゃないの。これ広まってないてめえか。定期的にいるんだよな、この北九州雷親父が。な、多分さすがに広まっとうと思う世の中。まあなよなよしとなよなよしという人が多いけんおらんかと。あ、そうなん。そう、お前が住んでる場所によるんじゃない。男はとつれば、そう、男はとつれば。九州男児は亭主関白ない。あ、でも未だにそんな気がするわ。多分九州行ったらいいとこあるんでしょ。別にいいよ、一人暮らし頑張れ。あ、ありがとうございます、頑張ります。お前が借金抱えたらどうする。借金抱えたことは一旦忘れとうと思う。女を散歩してみたいな。俺一回だけしたことあるよ、そういえば。昔ね、中洲にね SM クラブみたいな、 SM バーみたいなあって、一回女散歩させたことある。ああ、あるあるある。あの時でも俺ほんとに18歳とかだったけど、 俺が初めて女を散歩させたのは18歳の頃。キッショって言われても、そんな俺に言われても困る。突然首輪がつながった女のリード俺持たされたんやもん。で女が散歩させてくださいって言われて、俺分かりましたって言って、俺側も困ったわ。向こうの持ち込み企画なんや。俺も被害者やわ、びっくりしたわ。はいって言って、分かりました。いや楽しいか楽しくないかで言うと分からんかった、別に。そうだから別に犬散歩させた方が楽しい。よう分からん。普通に向こうの持ち込みからバリびっくりした。俺は普通に座って飲んどっただけなのに、縛られると女が吊るされそうなの見ながら、おーすごい場所で来てもうたわと思いながら、すごいとんでもないとこに来ちまったぜと思いながら、おーやべえわと思っとったら、突然リード渡された。あ、じゃあ分かりました、少しだけですよって言って散歩させてあげて。喋りながら散歩するの。お前犬と喋りながら散歩するの、しねえだろ。一緒だろ。女から女に渡り歩くって、いや違う、そうじゃない。一体どっちが一体さ、ガロンって分からんかった。犬に話しかけたりしてない。いや、分からんけど、散歩させと犬に話しかけんじゃん。俺犬飼ってないけん分からん。断るっていう感じ忘れたのが、俺基本的に断らんよ。